皆さんどうもこんにちは、すももです。今日はケーキをいただいたのでケーキを食べる動画を作りたいと思います。ではいただきます。もう誕生日は過ぎたのですが、大好きなチョコレートのケーキを食べたいと思います。バナナもついてて、やっぱりバナナはいいと思います。なんかワンコがワンワンいつも元気でよろしいな。たまに雑音が入るともうそれのもうどうしてくれよっていうすごい怒りが込み上げてくるんですけど、まあ、特に犬がめっちゃワンワン鳴くんですよ、私の近所。しかも1匹だけじゃなくて、そこのお家で10匹ぐらいマルチーズ買ってはって、まあ前もなんか言ったかもしれないんですけど、うちの治安を守ってくれてるんやなって思いたいけど、やっぱり YouTube 撮ってる時にワン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 やられたら、ちょっとさすがにぶち殺してやろうかなって思ったりはするんですけど、ケーキを食べます。もうお姉にそれなんか言ったら、京都人らしく、京都人らしくじゃない、京都人みたいな、今日も元気どすねみたいなこと言ったらいいんちゃんって言われて、京都人ほんま尊敬、京都人の京都を行けず、いただきたいと思います。中にもバナナちゃんが入ってます。バナナはトリプトファンが多いので、うつの人には良いという樺沢先生がおっしゃってたのです。いただきます。まあ、バナナっていいですよね。私も食欲ない時とかはバナナで頑張ってます。で、最近職業訓練に行こうと思ってるんですけど、何の職業訓練に行こうかはやっぱりそこは慎重に選ばないかなって思って、もうやっぱ最近事務だけの仕事がない気がしてきて、事務以外の事務職プラスアルファのいろいろ取っていこうかなって思って、で図書館で本を借りました。資格の本なんですけど、こんなに資格ってあるんやって思ってめっちゃびっくりしました。なんかそのオーソドックスな割と資格もいいと思ったんですけど、まずその頭をよその頭の回転を良くしていかなあかんなって思って、簡単な資格から慣らし運転した方がいいかなって思ってます。バナナ美味しい。なんかこの本に猫検定とか変わった検定とかも結構あって、私なんかそういう自分の興味のあるやつをやっていった方がいいかなって思いました。まあ受験料はかかるけど、脳トレやって思ったらいいやって思ったし、まあ勉強する習慣がもう本当に最近なかった。昔は結構ガリガリゴリゴリガリ勉太郎だったんですけど、最近運動の方が大事やって思って運動の方に力入れてたら、頭勉強の習慣がなくなっちゃって、勉強しやなって思います。で、職業訓練もやっぱり一回行くと一年は行けなくなるので慎重に選びたいんですけど、私今まで2回ほど職業訓練行ってたんですけど、1回目は奈良の職業訓練行ったんですけど、
結構職業訓練ってすごい発表しなあかんことが多くて、やっぱりプレゼンスキルがないと面接も突破できないので、意外にその資格の勉強と同じぐらいに結構ビジネスマナーであったり、そのみんなの前で自己紹介とか面接練習とか、そっちの方が割と多かった気もします。で、割とそっちの方が大事だと思うんですけど、で結構奈良の人ってシャイな人が多いから、結構それがしんどくって途中で辞める人割といました。で、2回目職業訓練行った時は大阪の方の職業訓練に行って、私奈良に住んでるんですけど、その違う都道府県の訓練校にも行けるってのを知って、やっぱり奈良より大阪の方がその専門学訓練の専門学校がやっぱ多くって、でそのコースもめっちゃ多かったし、まあ、奈良に通うよりか大阪に通った方が、まあ、交通費自体も国が出してくれるから、まあそう思ったら大阪に通う方がいいなって思いました。で、職業訓練って結構時間が朝の9時半からとかなので、割とラッシュの時間を避け、ちょっとラッシュ終わったぐらいの時間帯から始まるので、結構大阪の中心地まで通ってたんですけど、それが結構楽しかったです。で、やっぱ大阪の人ってやっぱみんなすごいなって思って、このプレゼントとかの授業やっぱり多いんですけど、めっちゃみんなすごいんですよね。もう日常からお笑いのやっぱ磨かれてんのかわからないんですけど、なんか自己紹介とかも何回もやるんですよね。その、まあ、最初にその自己紹介の授業があるってのは、まあ、みんな知らへん同士やからやるのはわかるんですけど、何十回も自己紹介をするんですよ。それもなんかやっぱ大阪の人はすごい話がめっちゃうまいなって思う、まあ、口うまくて羨ましくて震えました。まあ、そこで結構やっぱ面接にやっぱり強くなれたかなって思います。やっぱりなんやかんやで声を出して話すのって普段やらへんかったから、そこでやっぱり鍛えられたし、まあ、実際その専門学校の方でもいろんなキャリアカウンセラーの方がいて、実際に面接練習とか書類をマンツーマンでどうしたらうまくでき、採用に近づく書類の書き方とかも一緒に考えてくださったので、割と内定には割とすぐこぎつけたんですよね。まあ、やっぱり私は結構もう直感で専門学校を選んじゃったんですけど、専門学校も一応見学とかできるみたいだし、やっぱり職業訓練ってすごい倍率が高いので、あえて倍率の低いところを受験する人とかも多いみたいです。職業訓練行ってよかったのは、その普通に働いてたら出会えないような人たちとも結構出会えて楽しかったです。
結構その事務前はその経理とかの会計とか勉強するクラスだ、会計とそのウェブをちょ、私的にはウェブをもっと習いたかったんですけど2日しかなくって、もっとウェブの多いクラスに行けばよかったなって思ったんですけど、なんかそこのクラスは結構今まで事務をやってきた人が半分で、あとは結構、ま、事務が初めて、全く事務経験のない人が事務職になるために受けたって人もいらっしゃいました。もっとエステのところで働いてた人とか保育士さんも多かったな。割とそういう人が多くて、普段やあそう旅行会社で働いてた人とか、あんまその自分が普通に生きてたら出会えないような人たちと出会えて、逆にそういう業界の話とかも聞けることができたので、結構それも楽しいし面白かったです。おいしい。なんか思うのは、社会人になってから普通に仕事以外であんま人と出会うことがないから、そういう機会ってめっちゃ大事やなって思いました。いろんな資格があるので、まあせっかく職業訓練でただでって言ったら悪いけど、まあやっぱり普通やったら専門学校とかお金かかるんですけど、それを学費なしで通える、やっぱ専門職業訓練ってめっちゃありがたい制度やなって思います。私はあんま知らん、そういう制度あるって知らなかったんですけど、いっちゃん最初失業した時にフラフラしてたら、ハローワークに行った時にその窓口の人が職業訓練とかあるよって教えてくれて、まあ教えてくれるのかもしれないんですけど、知らない人はほんま知らないと思うから、やっぱそういう国のなんか救済支援っていうんかな、そういういろんな制度があるので、